坂井さん楽しいですか？楽しい。あ、いいね。楽しくなってきた。色もすごい綺麗なのね。ちょっとプロっぽくなってきた。ちょっとプロっぽくなってきた。私大学生ぐらいの子がまあまあいいカメラこうやってぶら下げてる人いるんですよ、時々。ちょっと憧れる。